はいどうも皆さんこんにちは、ピヨツキチャンネルウェブヌシのピヨタです。さあ今回も2択で育成ゲームやっていきましょう。さあ前回は何をやったっけ撮るたんびにね時間が空いたりするのでね、何をやったか忘れる。なんだったかな、なんだったっけかな。一応確か病院でウルトラソウルを歌ってた記憶だけはあるので多分それですね。はい、ということでやっていきましょう。こちらの動画は2023年度 A1 企画の動画となります。企画説明に関しました説明用動画をご視聴よろしくお願いいたします。ということでやっていきましょう。じゃんけん大会、じゃんけんタイム、じゃんけんタイム。さあということで、そうですね、町内会のじゃんけん大会、優勝者にはハワイ旅行のチケットがプレゼントされる。相手の女の子はどうしても欲しいようだ。パーを出すわ。チョイスチョイス。さあですね、パーを出すっていうならば私はグーを出しましょう。正解。いやーよかったよかった。でもよかったんだけど、それなんだろうな、まあすごいありがとうっていうのはわかるんだけど、なんかな、でも可愛いからいっか。うんさあ可愛ければ正義よ。ということで、どうしても行きたかったみたいだし、わざと負けてあげた。女の子はお父さんと行くみたいだ。これ逆も見てみましょう。動画見ましょう。さあさあどうなるかな。よくよく見なくてもすげえことになってるよな。さあさあどう来るバレずに生きる。さあ勝利した俺はハワイ旅行を手に入れた。女の子は落胆し、金の人たちは俺のことを白い目で見るようになった。まあそりゃそうだよね。後日街を歩いていると女の子が話しかけてきた。何でも父親はギタリストで予定していた日に出張ライブに行くことになったらしい。チケットを返すと言ってきた。そうだね。じゃあ一緒に行こうと言いましょう。おお正解。どうしてもって言うならという彼女はまんざらでもない様子だった。そして俺たちは2人でハワイへ行くことになった。おおいいね。なんかもうNG の反応見たくなかったからって思ったけど、怖っこれ、怖すぎんだろ。何その揺れ動く目玉、怖っ。 BGM は相まって、いやいやいや、やばい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 、こんなのを普通に CM で流さないで。僕はこういうの本当に無理な方なのでね、真面目にやばいっすこれは。早く終わってくんないかな、早く終わってくれー下の方に時間が出ている。いや本当にもう勘弁してくれっていうね。いやー無理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 。さあ、はあ、誘う相手がいないから返すって言ってんなよ。怒った彼女はそう言うと俺の目の前から立ち去った。チケットもらったきゃよかった。そりゃそうだ。さあということで NEXT。 ハワイに着いた俺たちはビーチで直行。服を脱いで着込んでいた水着姿になった。俺が履いていたのはトランクスかジャパニーズフンドシスタイルトランクスでいいでしょ、トランクス。あーてか間違いをやんないと毎回毎回あれ見ないといけないんだよね。意外といいからだね。彼女は俺の方を見てチラ見している。部活動で鍛えた甲斐があったぜ。さあ反対の結果も見てみましょう。 Yes。 さあ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 、長いんですよね本当に。この広告を全部見させられる気持ちにもなれと言わんばかりですよ。
さあ頑張ってみてよ。海外にはふんどしは珍しく、俺たちはたちまち囲まれてしまった。彼女に呆れられ、それ以降別行動で滞在を終了したのだった。さあ旅行を通じて急接近した俺たちは付き合うことになった。帰国したらお父さんに挨拶する予定だ。お土産はどうしよう。ウクレレとマカダミアチョコ。まあウクレレだろうけど、ちょっとハズレを選びましょう。マカダミアチョコ不正解。さあ不正解選んでも来るんかーい。さあ不正解を選んでも普通に来るね。はい、いやーまさかさも当然のように来るとは思わなかったよ。さっさっさ、さあゆっくりと加工してくるじゃなくてドロップザナンバー。さあさあさあ、そうですね、彼女のお父さんにプレゼントしたチョコを開封したところ全て溶けてしまっていた。お前に娘はやらん。俺はそう言われ彼女と別れることとなった。わお。さあウクレレあげましょう。ギタリストのお父さんは本間のウクレレに大喜び。こうして俺はお父さん公認の彼氏となったのだった。さあということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。いやなんか女の子が軒並み可愛くてね、見てて癒されますね。どこ見てプレイしてんだと言わんばかりですが、そんな感じです。それではここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。